ただきます。いただきます。またここに来たと思う。うわ、なんかすごいデトレト、うん、こっち使う。うん、行き、けたな、一緒一緒。ねえ、何にしたの。私ピーナッツバターシュートマジ意味わかんない。なんかお二人は2丁目とか行ったことある？何、うん、どんぐらい行ったことある？ね、何さっき自分でつけてたよつけたよどんぐらい、この時期にどんぐらい。20代前半とかは、いただきます。あの第3土曜日のやつは行ってたよ、よく。ジエフか。そう、ジエフだよね、第3か。そう、みんな食べてる。うん、食べてる。みんな食べるために買ったんだよ。あ、なんか行ってた時もあったよね、うん、なかなか行かなくなっちゃうね、やっぱり、うん、なんでなんだろう。うん、まあ、てか体力がない、まあ、それはそう。お酒飲まないし、あんまり、うん、もちろん。なんでこの話したの。なんか、うん、2丁目ビアンマップっていうのができたらしくて、レズビアンバーマップ。そうそうそう、でもなんかミックスバーも書いてますね。それが結構かわいいマップで、なんかね、いいと思う。なぜなら、ね、お店でよく聞かれるの。確かに、うん、だからとりあえずグループに行って、うん、あのうちら3人の紹介って言ってみてっていうっていうのができた。ほうほうほう、もうできてるらしくて。できてる。配り終わったぐらい。配り終わってんだ。え、マップっていうのは紙が紙紙紙。あ、でもデジタルで欲しくないと思ってデジタルで欲しい。それをやってる会社が、あのセクマイアプリ出してるんですよ。だそこで見れるのかなみたいな。で、実際見れるのかい。わかんない紙媒体しか見てない。その紙媒体もちゃんと作られてて、全然知らないところがあった、うん、でもさ、ぶっちゃけさ、マジで知らない店いっぱいあるよ、うん、あとさ、なんか ビルの何階とかに入ったりとかさ、うん、あとさ、なんか絶対外から見えないようになってた、うん、あれ、マジで分かんなくない、うん、マジで連れてってほしいよね、うん、知ってる人ってすごい知ってる、知ってる、うん、で、え、この店入ってんのみたいなのが結構びっくりした、うんうん、だけど、その会社、発行する会社が、うん、イベントやるらしいんですよ、はい、そこのビジュアルに、ビジュアルってか PV、うん、ってかポスター、うん、みーちゃんでしょ、うん、みーちゃん乗ってたよ我らが、うん、後ろこうやってね我らがみー乗ってたんですよ、うん、なんか私たちさ、来ようとするといつもちょっと雨降りそうになるわかるこれ多分このポスター、手さん知らないんだと。マジで知らない。この会社が、うん、まあ、イベントをやると、うん、でそこに出てくださいって。あ、そうなの。5分の3、うん、でも日曜日だったんですよ。うちら予約入っちゃってたんだよね、うん、美容師さんのさ、うん、土日って結構きついじゃん、うん、私は町内会の祭りがあるから絶対にずらせなくて絶対出んの、その町内会の祭り5年ぶりだから。コロナ禍でね。そう、町内会の祭りそんな大事なの。みこし、まあ、こんぐらいのスペースでしちゃしちゃいや絶対出れない、うん、ごめんなさいって代わりに今動画でね紹介をさせてもらおう。あ、そうなの、うん、見て、うん、本当初めて見た。待って、ルミネなの。だからルミネの新宿ルミネで600人規模すごいね。で出るから出た方がいいんじゃないかみたいな、うん、また2人に言ったんだけど、やっぱり予定はずらせず、うん、日曜日しかもね、もうお客さんが入っちゃってたのよ、うん、しかも超申し訳ないんだけど、うん、胸オペ終わって初めての日曜日だからめっちゃ混んでるそうだね、めっちゃ混んでる満を持した日曜日だったね。ピアミーフェス2024、7月14日、うん、27時直結だよ。何来ない、雨降ってもいい。え、新宿駅直結イベントやるとして、え、言ってるじゃん。さあ、言ってよ。ちょっとライブあんじゃん、うちカレー作ってた私気にない。で、ピアミンをインストールすると入場無料になるらしいです。インストールしないとちょっとお金がかかんないし入れないんじゃない、そもそも。まあ、インストールした方がいいえ、
すごくね、うん、ね、すごいね。へぇインフルエンサーによるトークショー。みーちゃんやんのかな。誰があいつ出んの。え、みーちゃん多分出るんじゃない。え、現地 OK タイプ。いや、ネットだけかと思った。いや、うん。え、じゃあさ、うちらってさ、そのインフルエンサー枠だったってこと。そうだよ。なんかインフルエンサーって言われてちょっと嬉しいね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。来場者同士が繋がれる。はい、はいはいはい、法律やキャリアの相談も大事、うん、すごいね。これ、あいちゃんやってるじゃん。セクマイ写真ってどれ。次の次セクマイ写真展やライブラリー。あ、ボーイシーポップ。うん、びっくりした。一人でも友達とでもカップルでも楽しめます。え、しかもめっちゃいいじゃん。ルミネなんてすごく行きやすいじゃない、うん、ね、終了後は新宿2丁目に行こうって書いてありますよ。すごいんじゃん。じゃあ私も終わってからの2丁目だけ行こうかしら。急にね、あいつ来なかったくせに。痛い痛い痛い、やめとけって。ちゃんとしたイベントだなって思いました、ね。これ詳細貼っとくんで、ぜひ皆さん行ってください、うん、で見てくださいね。っていう感じで、あれよ。何？何？2丁目の思い出ありますか？思い出？ある。何？昔、酔っ払いすぎちゃって、愛ちゃんと行ったのに、自衛派で知らない女の子とチューしちゃったことあったよね。すごかったね。え、どう？やばったね。でも好きなんでしょ？当時は。当時はね、でもさ、やばくない普通に。何や2丁目でやらかした話が中3だったわ。ちょうどいいじゃん。なんだよ、うちなんかネタがねえかなと思って。出しちゃったじゃねえかよ。出しちゃった、まあ、誰にも出してよかったわ。あ、はいはいはい。その場に元カノと元好きな人を呼んでカオス空間を作成。え、その場に元カノと元好きな人。今好きな人は来ないんだ、うん。酔った勢いで告白し、ギャル？普通にライン返してるじゃん。じゃあおっぱいの写真送っちゃったの、ね。酔った勢いで告白し、好きだった女の子に振られ、道端の路上で爆泣きし、いいね。道路に寝転ぶ。までの前あたり。いいね。あのさ、補足していい？いいね。二丁目のさ、多分振られた子を泣きがちじゃない？あ、はい。泣いたことある。あ、いるわ、いるのよ。なんだなんだ？よく泣いてるよ。いや、悲しくて。試合みたいな多いじゃん。セクマイ同士だと、ね、現地に呼んでねってことね。なんか泣きながらうずくまってもう終わってる子いっぱいいる。いっぱいいる。うずくまってた。ああほらね。ほら。なんか2丁目って角でうずくまりがちなんだよね。行ってみたいのにどうしたらいいのか分からなくて2丁目一人で徘徊して終わった。かわいくね。かわいい。でもなんかその気持ちちょっとわかるかも。土曜日だったらさ、すぐ入れるから、うん、でもいろいろ教えてほしい。友達と行った方がいいとか、どのお店入りやすいとか。なんか、うん、うちらのお客さんで、うん、大人の子は、うん、エルビー。エルビーって何？エルビーっていうお店？どこ？私入ったことないんだけど。入ったことないんか。入ったことないけど、ごめん、おすすめするね、うんうん。なんかあの落ち着いてる、キャピキャピ系じゃない子が行ってるイメージ。分かった。前、泥酔してた子の上だ。そうそうそう。確かに、結構、まったり。行ったことあるわ。まあ、あんだ。どんな感じ？なんか落ち着いてる。そう、落ち着いてるイメージ。絶対、入れない。なんでダメなの、うちらは。うるさすぎる。出しとく騒がない。顔がうるさい。顔がうるさいって。うん、でも、まずぶっちゃけ店は本当わかんない、うん、でもさ、友達と行った方がぶっちゃけ入りやすいよね。話しかけられやすい、うん、うん。でも、盛り上がってない時間だったら一人の方がいいかも。あ、マジですよ、うん、うん、あ、そっちはそっちで話しかけやすい、うん、イベントから入ればいいと思う。ティップシーとか、パリピだからだよ。嘘、そっちは楽じゃない。なんか、あ、こういう空気感なんだ。一人で行くか、そもそもそこに一人で行かないよ。友達と行くか、おっかいじゃない。ああ、それはそう。でも本当になんか SNS で仲良くなったことを、二丁目行ったことないんです、行ったことないんですが初めて行くって聞くから、本当にそれが楽だと思う。ツイッターとかでつぶやいてる、うん、確かに。行ったことない、一緒に行ける人いますか。カラリプ来たら誰もリプくれない。じゃあなんか面白いからエリカがやってみようか。なんか5人限定エリカと2丁目に行こうっていうのと、もう酒飲みと、うん、なんか
え、わかる、うん、あれでしょ、行ったことないんですってことじゃなくて、イエーイ、中どれ取りますみたいな。じゃあダメだ、ダメだ、はい、ね、ニセコさんに猛アタック、相手にされてなかったです。ニセコはさ、ガール硬いよね。ニセコさんってね、ニセコさんってね、ニセコさんってめっちゃ美味しい、美味しいよね、病んでるよ。さあ、考えてみ、うん、昼夜が逆転で週5も6も働いてるんだよ、うん、すごいよ、すごいよあれ、それ疲れるて、うん、大変だってあれ、うん、はい、元カノの彼女に手を出して元カノ登場、はい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 、はい、どうなってんだろうね、怒られたんじゃない、え、元カノを彼女に手を出して元カノ登場、好きだね、そういうぐちゃぐちゃだね、あと最後、去年彼女が泥酔して店でいい感じになった女に柱の陰で満したらしい、相手も喜んでたとか、これ昨日来たこと、え、昨日来たこと、去年彼女が泥酔して店でいい感じになった女、あ、自分じゃなくて彼女って、うんうん、彼女なの、わからない。でも、まあ、別にだから2丁目だけじゃないと思うし、そのなんかこうクラブとかもそうだと思うんだけど、え、なんであの空間って初めましてでチューしてるのみんな。え、大丈夫、ブーメン、うん、耳痛かった、うん、やめようこの話、いや、やめようこの話。でもさ、なんでああいう現場ってさ、うん、なんかその初めましての人でさえこうなんか触り方がこうねっとりにあるわかる。だからあれでしょ、暗さと、暗さと、そうだよ、え、普通のクラブでもその感じガチやる、うちは結構普通の、これ2丁目の話ずれるね。まあでもいいじゃん。でもなんかその2丁目とかのバーとかさ、うん、暗くて、しかもカップルさんにも来てるじゃん、うん、でさ、なんかそういうねっとりした空気感があるから、カップルさんの方法めっちゃチューとかしてるじゃん、カップルがイチャつきに来てたりする、 うちのんの、2丁目カップルイチャつき系、へぇー、イチャつく、イチャつくない、じゃん、ただのんのん系だよ、そういうこと、家でしたい、あー、だからさ、あれじゃない、そのせいやかさ、公やけと書いて公やけのさ、なんでさ、受けてね、受けてね、公やけと書いて公やけの、まあまあ、例えばだけどさ、その次まだこうね、こうまだこうまだ気にすることかも、その辺の原宿とかでもさ、まだちょっとあれじゃん、きっと、うんうん、こういうのさ、だからああいう場でなんかこうなってしまうんじゃない、家でとかできない子だね、けど公やけっていう公やけの場でちょっと憧れみたいなさ、あると思う、それ誰の立場にもなれるんだね、あいちゃんって、そこでしか繋げない手もある、食べていい、私もここでもイチャイチャしちゃうから、なんかもう3人とも結構オープンな、うん、そうだね、だからそうじゃない子は2丁目でしかいない、確かに、でもあるよきっと、そう、はい、はい、以上です、あとこれね、なんかね思うんだけど、お客さんとかに聞かれるからなんだけど、てかお酒を全く飲めなくても2丁目は全然いけると思う、うん、てかそんな、例えば私のね、てか GF とかってさ、最初の入り口のところでもうお金払って先にこの飲み物もらうんだけど、全然ソフトドリンクだってあるし、ジュース美味しいよ、ね、ジュース美味しいよ昔はポップコーンあったの、ね、昔はポップコーンあったの、お酒が飲めなくてもいいと思うし、あとこれイベントの話なんだけど、あのさ、シンプルにさ、 DJ さんの選曲いい時のハロプロの日とかあるじゃん、 あるね、ハロプロないと違う、やばいよね、やばい、タチャナとさ、アニメ系の時とかもあるじゃん、ボカロナイトとかなんだ、うちだと多分ミックス系だと宇多田ヒカルもあったりとか、なんかさ、そういう結局さ、別にそこで馴染めなくてもさ、なんか
あの好きな音楽聴いてその空間に入れて楽しいから、なんかね、かしこまらずに、どう？好きなハロプロナイトっていつだ？確かに行きたいかも。人気じゃない？ハロプロナイト。ハロプロナイトってね、アイコぐらい人気だと思って。アイコどんぐらいあるの？アイコとハロプロとリンゴナイトは結構人気なの。リンゴさんはね。ゲイさんたちからの指示だ。確かに確かに。最近はさ、イベントって昔はさ、夜の10時から朝の5時までだったのがさ、最近デイに変わってるの多くてさ、うん、デイなの？デイ多くない？そう、めっちゃ暗くしてる。そうだから結構健全だよね。そうだね。でも寝ない時間おかしくない？そうだから終わるのがまだ夜の9時みたいな、うん、だからそういうのも考えるとさ、ね、なんか行きやすくなってんじゃないの？やんないんですか、そういう。え？あれとかやんないの？レセプションパーティー。あ、お店出すとき。あ、うちうちかな。へぇー。レセプションパーティーはやってみたい。え、どうする？誰でも来る。もう本当に人に任せてました。運営はなし。ならいい。じゃあやろっか。タスピ DJ できる？確かに。でもできる。できるの？何その決めつけ。ピーにやらせようかな。全部グリーン、グリーン、ベリーグッドマン、グリーンみたいな。良くない？ずっとの。確かに、もうどんどんやってくれるじゃん。いや、今日久々炭水化物ピーコピーコ言ってる、ピーコピーコ言ってる。案件もらったのにすいません。なんか眠た。これはゆっくり飲みます。怒られるよ、本当に。いやいや、どこに誰に？新先生に。そうだ、お酒さん。LINEしたでしょ？だって1、2ヶ月前に辞めろと書いてあったでしょ、うん、予約したの20日前だよね。確かにね。もうその間新先生に会ってきたのよ。なんで？ずるい。違う。駐車でついてったからホルモンね。そうで、あ、そう、送ったって言ってたよ。そんな最近行ったの？先週行った。いいの？そう。はい、じゃあそんな感じで、はい、皆さんティアミーのイベント行ってみてください。眠いんで水化物